目頭から黒目あたりまでピンク入れていきます。黒目の上あたりから目尻側にツイステの1番の色を入れていきます。発色がすごい、すごいですね。発色めっちゃ綺麗。下にも同じ工程やっていきます。キラキラ具合がちょうど可愛い。すごい発色綺麗ですね。発色がほんますごい。アイラインを少しこうつり目っぽく引いて跳ね上げていきます。塗りやすさとかどうですか？これスルスルいけるかも。なんかダマになりにくそうです。アイホール全体にUR GLAMの3番の色ゴールドのせていきます。綺麗に発色してますね。これも、いい感じ。2番の色を黒目あたりから目尻にのせていきます。2番の色を下まぶたの目尻側に細めに入れていきます。垂れ目っぽく少し下げ気味にラインを引いていきます。アイホール全体に3番の色をのせていきます。めっちゃ綺麗。オーロラみたい。目頭側からだんだん広がるようにUR GLAMの7番の色を入れていきます。LB のジェルライナーで切れ長っぽくラインを描いていきます。これも使いやすいかも。うん、おー、綺麗ですね。4番のカラーと2番のカラーをブレンドしていきます。下まぶたの黒目あたりからツイステ4番のカラーを目尻丸めに入れるのがポイントになります。その辺を丸みを持たせる感じですね。ちょっと継ぎ目気味に描いてラインの最後を少し丸く描いていくようなイメージです。使いやすい色ですね。目尻側に5番をのせていきます。綺麗。結構マットな感じかな。あ、そうですね。マットですね。マットですね、これ。同じ色ですね。下まぶたに薄く入れていきます。どうですか、この感じ。ちゃんと密着してくれる感じ。おー、上まぶたの三角ゾーンにツイストの6番の色淡く入れていきます。色が乗りづらい場合は綿棒を使ってのせていただくと綺麗に乗ります。うん、綺麗。綿棒おすすめです。あ、めっちゃ可愛い。可愛い。ちょっと下がり気味にナチュラルにしてるようなイメージです。黒目の上にツイステの7番のせていきます。黒目の裏あたりから目尻側にくの字でUR GLAMの9番のカラーをのせていきます。アイライン引くときってなんかコツあるんですか？ここ意識してるから。何やろう。躊躇しないようにしてます。おお。